一緒に入るか。は。一緒にですか。うんうん。何言ってんだ俺は。いくら飲んでも一緒に入るか。わおかしいだろ。そうですよね。温泉ですもんね。婚約とかありますよね。そっかあるよね。この部屋についてるあのちっちゃい温泉とかじゃなくてもあるもんね。そっか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 。なんかそういうところでは結構ね、あの床、あのなんだっけ、水着着たりして入るとかね。ほらロベリアも顔真っ赤にしてるじゃないか。ね、大丈夫かとか、それぐらいでもよかった。下心あるって思われるだろって。これやってる人間みんな下心あってやってんだろ。何言ってんだ。すまん、忘れてくれ。はい、私と一緒に入りたいですか。入りたいです、もちろんです。心配なだけでとかさ言うけどさ、何言ってんだよお前。私は男か本当に。いいですよ。いいのかい。え、今なんて。いつもお世話になってますし。うん、それに男の人はたまるって言いますし。何が。そのままにするのも良くないですし。どういうこと。私と一緒にお風呂に入って、その脇とかに擦りつけたいんですよね。違うからな。ああ面白い。それは思い浮かばなかったな。さすがにそこまで言ってたか。さっき脇を舐めようとしてたじゃないですか。ここでも勘違いされてるわ。じゃあ知ってないと。あーすごいわ。さっきは自分でエッチなことしてもいいって言ってたのに。あ、言ったとしても何かするわけじゃないけどな。私と一緒に入ってあんなことやこんなこと。すげえな。いやーこれ面白いね。やってる側が考えつかないことをさ出してくれるからいいよね。言葉のあやというか、一緒に本気では入ろうとは考えてない。うん、ロベリアが知らない人と温泉に入っても大丈夫なのか心配だっただけ。そっかそっか。だから女性だけでも、え、女性だけだったら別に男嫌い関係ないからな、別にいいんじゃないか。とりあえず俺はロベリアと温泉に入ろうなんて考えてないから安心しろ。そうですか。ほらちょっと残念そうじゃない。そこ汲み取ってあげないと。一緒に入らないんですね。そっか、冗談ですもんね。なんかちょっとあれじゃない、なぜか落ち込むロベリア。ロビリアもさ、やっぱさ、だんだんガチ行為持ってきてんじゃないのこれ。何かまずいこと言ったのか。ほら、人間さんも準備してください。うん、はい、行きましょう。こっちですかね。案内通りなんな。温泉に入る準備を終えた俺たちは受付で貴重品を預ける。うん、そう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 。どこに行くんだろう。今日は風が気持ちいいですね。あー、そうですか。初めて腕を組んだのは随分と前だと思わせるほど自然に腕を絡ませてきたロベリアは俺の腕を胸に引き寄せながら言う。そういえば初めての浴衣はどうだ、気に入ったか。完全にカップルです。もう成立してるんでこのゲーム終わってもいいよ。はい、もちろん。おお、はいの時にブインってパッと腕から離れたロベリアは俺の前に踊り出して、え、違う。でも踊り出てたよね。その場で回ってみてた。あら可愛いじゃん。うん、そうなんだよね。意外と動きづらいのはあるよね。あの時はバタバタしていたからあまり見てなかったけど、すごく似合ってる。普段の服装に比べて露出は少ないものの、ロベリアのスタイルの良さがしっかり出ている。あー、鎖骨や首まで眩しい。どうですか。もしかして似合ってませんか。いやもうがっちりよ。本当ですか。こっちが良かったよ。再び腕を絡めてくる。何も言ってくれないので似合ってないのかなって思ってたんですよ。だんだんイラついてきたな。あの時は別のことで頭の中いっぱいだった。あ、さっきのね、うん、そうだよ。ほどいた時ね、ほどいた時の回想をさしてたわけよこっちは。
おそらくあそこが、あー、はいはいはい、覗いちゃダメですからね。うん、一人なのに覗くわけないだろ。本当だよな、友人と来たとしても女風呂を覗いたりしないけど、今の言い方そういう感じに聞こえる。どれぐらいで出るかな。長く入っても大丈夫ですよ、私は外で待ってますから。いや、まあ基本的に女の人の方が長いと思うけど、そうは言ってもさ、俺もロビリアも長いというわけではない。でも温泉から上がってみたら湯冷めしたロビリアがいるなんて嫌だな。あー、湯冷めね。貸し切り露天風呂で浴しますよ。おー、そんなの、これ貸し切り露天風呂だかかんの、これダメだろ、できないんだ。できないって残念だね。あのベンチですね。うん、わかりま、あー、また俺とロビリアお互いに待つ場所を確認するとそれぞれのね、なんて書いてあるかわかんねえ、漢字は読めん。風呂の中で足を伸ばせるっていいなあ。家の風呂ってね、確かに足伸ばせないよね。はあ、ふう、俺も風呂入りてえな。風呂ってか温泉行きてよ。なんか、うん、最近は本当に行かないよね。声聞こえてきちゃったよ。これが温泉、すごいです。一人で喋ってんのかな、周りにも人いないのかな。結構やべえぞ。体を洗うんですよね。そこまで聞こえるかね。こちらからウィリアのことは見えないけど楽しんでいるようで何よりだ。もうちょっと声を小さくしてもいい。そうだよね、こっちに丸聞こえって結構すごい。浴衣の下には何も着ないとか、風呂の前には体を洗うとか。そうかそうか、まあ悪魔だからってのもあるだろうけどね。これが極楽っていうやつですね。天使の住まうとこですよね、極楽ってね。悪魔が極楽とか言っていいんだろうか。ほんとそう、それよ、言いたかったことを全部ちゃんと言ってくれる主人公。お姉ちゃん、羽が生えてる。え、少女だこれ。ほんとだ、お兄ちゃん妖精。いえ、弱すな。エルフの羽じゃなくて、うん、エルフ、エルフっていうのはですね、うん、何、お兄ちゃん、ちょっと触らないでください。ナイス少女。お願いですから、もんだりしちゃダメですよ。おお、際どいぞこれ。何が起こってんだあっちは。これ以上は。おお、いいのか。悩ましい声を上げるなよ。ありがとうございます。この場にいる男性陣の顔が赤い。そんな、そうか。自分に聞こえてるってことは他の人にも聞こえてるんだもんな。すいません皆さん、誰が悪いってわけじゃないけど、とりあえず謝ってこう。ありがとうございます。もうダメですよ、大人をからかったら。お、続きますね。先に上がるぞ。あ、そこはまだ誰にも。母、お姉ちゃん、お顔が真っ赤だ。ナイス少女。あ、すごいね、待ち合わせの場所として。俺が出てから数十分ほど経ってるけど、未だに出てくる気配がない。変に遊ばれて大変なことになってなければいいけど。サキバスとしての力が暴走するとかさ。人間さん、あー、出てきたね。すげえいじられてたじゃん、げっそりとした顔のロベリア。知ってるよ。うん、体を預けてきた。ふわっと石鹸が強くかかり、その中に、硫が見え隠れする。え、硫ですかこれ。長湯で伸ばせたか。そうみたいですね。違いますね、これは他の疲れが出てますよ。最近の子ってさ、進んでるよな。確かに混ぜてる感あるね。あの、A の時にもしかして聞こえてました。そうだね、全員聞こえてたね。いや、わざと聞こうとしたわけじゃないぞ。分かってます、分かってますけど、人間さんに聞こえていたっていうことは。そうなのよ、他の男性、そう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 、他の人にも聞こえてたの。まあ聞こえてたろうな。余計なこと言わなきゃよかった。何か冷たいものでも飲んで頭冷やそう。冷たいも
ですか？うん、うん、ほら漫画とかアニメだとコーヒー牛乳飲むのが鉄板だろ。確かに、ね、美味しいのよね、風呂上がりに飲むあれは。僕はもうコーヒー牛乳ですよ、やっぱり。人間さん、これって私たちが泊まってる旅館ですよね？うんとね、旅館がね停止してるわけじゃないのよ、別に。漢字がね漢字にちょっと弱いなこのゲームな。うん、止まってるってね、まあわかるからいいけどさ。旅館の壁に貼られたチラシ、追加料金なし、当館にご宿泊のお客様限定貸し切り露天風呂。貸し切りってことは、あ、旅館についてるタイプですか？私たちだけで入れるってことですよ。そうですよ。なるほど。お、何を企んでるんだい？人間さん、入ってみませんか？率直に言うね。おお、楽しめなかった。よかったら人間さんと一緒に入れたらなって思ったんですけど。いいね。そうなんだよね、温泉とか来てもさ、男女で来てもさ、混浴とかなきゃさ、ダメですか？ね、バラバラだからね。断れに断れないだろう。アニメはいいですか？え、今なんか、それじゃあ早速行きましょう。もうなんか流すように、あ、行きましょうねとか言ってたけど、婚浴行くの？マジで？スチール来るよこれきっと。あ、いい気持ちですね。出てますよ。人間さんは気持ちよくないんですか？気持ちいい、気持ちいいね。そうなんですね、残念です。いや、気持ちいいよ。本当ですか？え、どういう、え、なんかさ、あれ、なんかいきなり飛び級したみたいな感じになってないこれ今。あ、一応見ないようにしてるけど、ちゃんとさ、タオルを湯船に入れちゃいけないとかさ、湯船ってかね、温泉に入れちゃいけないとか守ってるってことはさ、これで信じてあげます。全部あらわになってるってことだよねこれ。ロビリアが頭を肩に預けていた。お風呂上がりのコーヒー牛乳、楽しみですね。その耳どうなってんだ、ブニーってなのかな、柔らかいのかな。そうだな、気の身とかしたら腹を壊すからな、気をつけろよ。なんとか、そうですね、なんとかしてよ。話題をそらそうとしているぞこの男。あ、緊張解けてった。じゃあスッつってこうやってスッて見ればいいじゃない、スッつって。うわ、偉いねこの主人公。ありえないだろう、気の向いとかしたら腹を壊しそうだぞ。おお、俺は途中で腹を壊しそうな気がしたため今は不思議なんだろう。これがコーヒー牛乳、意外よな。そうなんだよね、美味しいんだよねコーヒー牛乳って。とっても美味しいです。めちゃめちゃ美味しいんだよ。もうしかも、もう風呂上がりって言ったらもう何、マッ、あれよ、あの黄色い缶のさ、マックスコーヒーみたいなやつ、みたいなやつってか、マックスコーヒーか、あれぐらい甘い方が美味しいんだよね。なんか糖分もぶわー入れる感じがね。何でしょうかね。うん、なんだろうね、牧場とか近いからな、肉とか、いや肉がいい。どうせならよくわからない料理を食べるより肉の塊をがっつり食べたい。こんな旅館で出てくるかね、肉なんて。ほら、それですよ、本来は。和食な。急に味噌汁に漬物みたいな和食はあまり食べない。ああ、急に？急にって言うんだ、今。魚にか。でも、俺やラベリアが家で作るっていうような料理は、厳密に言うと何料理になるんだろうか。家庭料理じゃないですか。アユやヤマメ、マツタケ。日本には美味しいものがいっぱいですよね。めちゃくちゃ詳しいじゃん。魚の種類までわかんない。
あの塩焼きとかいいよね。まるまる塩焼きさ食べたいね。いいな。天然物の鮎とかは高いらしいし。そうよね。よし、空になった瓶をゴミ箱に入れよう。うん、カランつってね。こういう時の料理は別腹ですよ。料理が別腹っていうなんか不思議な感覚だな。デザートとかじゃないんだ。普段なら行かないような場所で何かをするときはついつい欲張らとし、確かにこういうの貧乏症って言うんだろうか。うん、でもどうだろうな、そんなことないんじゃないの。楽しみですね。うん。さあ早く行きましょう。行きましょうか。ぐいぐいと腕を引っ張って歩き出すアメリア。すごいね、エピローグみたいな長いね。めちゃめちゃ脳内で喋ってるよ。晩飯を食べた俺たちは部屋に戻ってきた。ちょっと待って、晩飯の晩飯のことについてないの？あんだけ話題に出してたのに。ただ沈黙の中にいた。人間さん。うん、はい。うん。お腹いっぱいで黙っちゃってたのか。違う？献立はロビリアが食べたいと言っていた和食だった。あ、よかったですね。うん、隣で全部食べていたし。和食、とっても美味しかったです。あ、よかったね。はい。そかそか。どうにか家にある調味料で味を再現できないかと考えていましたけど、難しそうですね。ああいうのって結構大変なのか、なんだかんだ言っても。もしかしてずっと静かだったの？ずっと考え事をしてたからです。すみません。なになに？どうしたの？何考えてたの？夜のこと？夜のことかい？それならいいんだ。口に合わなくて我慢しながら食べてるのかもって思ったからさ。そんなわけないですよ。あともう一人分ぐらいなら食べられます。すげー食うじゃない。それぐらい満足した。あーよかったね。これからどうすっかな。カラオケ行こうぜ。カラオケボーボーボー歌おうぜ。部屋に戻ってきたのはいいけどすることは特にない。ワイルドチャレンジャー歌おうぜ。そういえば卓球台があったな。おあ、でもしないのかな。運動すると腹に悪いような気がする。あー、テレビでも見ながらゆっくりしませんか。お、テレビタイム。卓球台に興味を持つと思ってたんだけどな。言えばいいじゃん、やればいいじゃん別に。テレビをつけてお茶の準備を始める。これはそのお茶はインスタントだからお湯を入れるだけでいいぞ。なるほど。うん、今のいる？お茶を入れてくれてる間に考えるのか。あ、布団の準備をしてくれてるのかっつってね。はいはいはい。お、は？え、何？畳の上を見てみると敷かれていたのは布団。問題なのは布団が敷かれていたということではない。何？なぜか一つしかない。あれ？スチル間違いかな？これは一枚なのか。なんかさ、あのちょうど間になんか線っぽく入ってて、なんか2枚をこう、まあいっか。お茶を入れましたよ。ってどうしたんですか。明らかに2枚あるように見えるけどな。布団が一つしかないことに気づいたらしい。え、背後のあれだよね。ああ、この布団一応ダブルサイズみたいな感じになってんのかな。ベッドでいうとこの布団、通常の布団を2つくっつけたような大きさの布団。一緒に寝なさい。なるほどね。ことでしょうか。ああ、気を利かせてくれたのかな、もしかしたら。何かの間違いだろう。こんな歴史のありそうな旅館があれなホテルみたいなことすると。あれ言うな、あれ。スマホで確認しよう。予約サイトからプラン内容を見てみると、カップル向け、あーカップル限定ね、ありますよね、そういうの。どうでした？安くなんだよね、ちょっとね。このプランはカップル限定らしい。そうなんですか。なんで喜ばしい顔してんの？嬉しそうじゃない。何を言ってるんですか。そんなに私と寝たいんですか。はい、その通りです。エッチですね。任してください、その分野。どういう分野。いや、気のせいならいいんだけどさ。なんだろう、
プラン内容がカップル限定だって分かって褒めんなような気がしたんだけどな。完全に好きだろ俺のこと。今からでも布団を普通の大きさにしてもらえないかな。ダメですよ、旅館の人に迷惑をかけちゃいます。そうだよ、普通に寝なさいよ。もうそうだけどさ、一緒の布団で寝ることになるぞ。いいですよ、一緒に寝ても。ほら、はっ、お前自分何言ってるか。大丈夫です、人間さんは優しくしてくれるって知ってますから。どっちで、どういう意味で。そういうことじゃなくて、てか優しくしてくれるってなんだよ。あ、よかった、そうだよね。あれですか、寝るときは脱いだ方がいいですか。どうしてちょっと冷静になるって。私は冷静ですよ。 うん、ほら、邪魔なものは取っ払った方がいいですもんね。うん、全然邪魔じゃないぞロビディアさん。むしろちゃんと何も見えないように着てくれた方が俺的には安心できるんだけどなあ。脱ぎますこいつら何言ってんだろ、楽しそう。止めないでください、くわ、これが日本の作法なんですからそうなの、そんな作法は日本にない。そうですよね、いくら説得しようと俺の言うことを聞かないロビリア。このままでは服を脱ぐだけでは終わらないかもしれない。どこを触ってるんですか、エッチですこの子さ、もうそれ言っときゃ本当にいいと思ってるばい。もうお前が脱ごうとするからだこんなやり取りを聞いてたら、俺たちのことを知らない人たちは何事かと思うだろう。想像していたよりも外に聞こえていたらしい。え、俺たちと同じく宿泊していた人から通報があったらしく、後から中井さんから、注意されたのは言うまでもね。そんなでかい声で喋ってたの、めちゃくちゃでけえな声。あの後冷静になったロビリアと話し合った結果、結局一緒の布団で寝ることになった。別に一緒の布団で寝る必要はないと思うんだけどな。いや、逆に一緒の布団で寝てもいいんじゃねえかと思うけどね。今背中合わせに寝てるからロベリアの顔を見ることはない。スチールないのか、スチール用意してくれ、一緒に寝てるとこの。ロベリア、この状況で寝たのか、すごいね、こんなに考えてるの俺だけってことか。なんかそれはそれで悲しいな。そういう気持ちわかるよ、でもそう思うといくらか冷静になれた。このまま睡魔が襲ってきてくれたら何事もなく朝を迎えられそうなのにな。ふう、やめろ。あ、違うか、そういうことじゃないね。今の俺にできることは考え事をしないようにしながら目をつむり続けることだった。意外とそうやって目をつむるだけだとなんか寝れなくなっちゃうんだよね。あれ、いえ、来ましたね。すっごい普通に家に帰ってきたね。うん、見慣れた部屋の匂い。すっげえ、マジで何にもなかったな。やっぱり。うん。何？何か考え事してる。どうしたの？旅館のようなお部屋もいいですけど、やっぱり私は人間さんと暮らしている部屋が好きですね。嬉しいこと言ってくれるね。ロベちゃん、ロベちゃん、人ロベリアの素直な気持ちなんだろうけど、面と向かって言われると恥ずかしいな。そうだね、もちろん旅行も楽しかったですよ。うん、それぐらい分かってるってありがとうございます。住む場所や食事を与えてくれるだけじゃなくて、うん、男性嫌いの克服を手伝ってくれたり、旅行に連れて行ってくれたり、人間さんには感謝しきれませんね。いやいや、そんなね、別に気にすることのことじゃないだろうね。本当そうですよ。何言ってるんですか、人間さんと出会っていなかったら今頃どうなっているか。それにこんな気持ちにもなりませんでしたよ。そうかい、こんな気持ち。いえ、何でもないです。もしかして好きという感情ですか。それよりも私の居場所はここなんだなって。お、永住フラグ立ってるぞ、ロベリア。いえ、さっきからどうしたんだ、感情の浮き沈みが激しいというか、感情が制御できてないというか、そんな不安定さが今のロベリアにはあった。私も人間だったら。ああ、そういうね、そっちか。俺の耳にしっかり届いた。あ、
そうかそうか、普通にね恋愛したかったかもね。さっきはさ嫌なのか、テクノフォースのこと忘れてないか。これ絶対空気読めないやつが選ぶやつだろうこれ。いやここはさ、なんだ、もうトゥルーエンドに行きたいよね一応ね。だからもうここは確かに人間だったらなで僕も思ってるよってことを言いたいよね。まさか俺に聞こえてると思っていなかったのだろうか。声でかいんだよお前実は。人間さんもそう思うんですか。思う思う。まあな、ロベリアが人間だったらテクノフォースを絞り取るまでなんて限定的に考えなくていいだろう。そうなんだ、さそうなんださ。それにもっといろいろな場所に行けるしさ、ロベリアが人間じゃない以上移動手段や行ける場所は限られてくる。でもロベリアがサーキュバスだからって今の生活に不満があるわけじゃないよ。そう不満はない。それどころかロベリアが居候を始めてから毎日が楽しいと思うぐらいだ。ああ主人公の気持ちにも変化がすごく訪れている。出会いはあれだったけどよく考えてみたら感謝するのは俺の方だよな。そうだよね、最初は家事とかさたくさん手伝ってくれてね。ロベリアありがとうな。急にどうしたんですか。完全に恋愛感情が出てきてますよ。なんとなく言っておいた方がいい気がして。変な人間さんですね。変な人間なんだよ僕という人間は。変なって言うな、変なって。サキュバスで良かったとも思っているんですよ。そうなの。でもさっきは人間が言って。もちろん人間だったら一番いいですよ。もし私が人間だったら人間さんと出会うこともなかったと思う。なるほどね、そうだね、確かに。サキュバスだからここに焦点合わせて部屋に入ってそれが出会いだからね。だからこれが一番幸せな関係だったのかもしれないなって。ものすごいポジティブだね。こういう女性素晴らしい、ありがとう。なんだろう、ちょっと悔しい。サキュバスだろうが人間だろうが関係ないぞ、ずっとここにいていいぞって言ってやりたい。そうだよね、だってロベリアとの生活は幸せな時間そのもんだから、おそらく彼女もそう思ってくれているはず。でもそんなこと言っていいんだろうか。俺にとってロベリアの存在は何なのか、反対にロベリアにとって俺の存在は何なのか、それがはっきりしてないから言えない。難しい顔してますよ。確かにちょっとこうどっちとも言えない関係だよね今はね。あまり難しいことは考えないようにしましょう。お土産の大福でも食べて元気出してください。ありがとう。手渡された大福は一口サイズだ。お土産の饅頭なんて大した味じゃないんだろうななんて思っていたけど案外美味しい。結構失礼なやつだなこいつ。餃子も程よい甘さ。え、餃子、あんこも程よい甘さだよね。塩が振ってあるのか餃子って少しだけしょっぱさも感じるな。でもなぜかそのしょっぱさが胸をちぎると刺した。